五霊文楽座は、かつて大阪にあった人形浄瑠璃の劇場。これが前世を極めたため、文楽が江戸時代のものを含むすべての人形浄瑠璃の代名詞として使われることが少なくないが、実際は文楽イコール人形浄瑠璃ではない。現在、文楽座の名称は、1955年に国の文化財保護法に基づく重要無形文化財に指定された。 人形浄流璃文楽を演じる劇団名となっている。江戸時代の天命、完成の頃、淡路生まれの上村文楽圏が大阪へ出て、高津新地に人形芝居の座を設けた。文化7年、文楽圏が死ぬと、2代目文楽圏は座を南馬新地に移し、稲荷の芝居として親しまれた。三代目文楽圏は、明治5年、大阪松島新地に劇場を建て、 文楽座と命名した。だが、ヒコロク座など対抗する劇場ができたため、明治17年、文楽座は五霊神社の境内に移り、五霊文楽座として、前世を誇り、他の人形浄瑠璃の劇場は次々と潰れていき、唯一の人形浄瑠璃の劇場となる。以降、人形浄瑠璃を指して、文楽と呼ぶことが多くなっていった。1909年3月、小畜の手に渡たる。 しかし1926年火災により消失し、一時期人形浄瑠璃は道頓堀弁天座で工業を行う。1927年1月、松竹は四橋近辺の佐野や橋見詰めにあった旧地下松座を買収してその跡地に四橋文楽座を再建した。新劇場は近代的な洋風建築であり、客席数はすべて一席の850席。 この収容数は五例分落座の前世紀を想定したものだった。工業形態も見直して通し、狂言方式を取りやめ、見取り方式に切り替えた。しかし、この劇場も1945年3月に、繊災で消失。1946年2月に、急遽バラックで再建されるが、老朽化が著しく、1956年に、 道頓堀に移転する名目で閉鎖された。1956年12月28日、もともと豊滝座が所在し、その後弁天座となったが繊細で消失していた後に、客席数百零席の近代劇場、道頓堀文楽座が会場。人形浄瑠璃が本格的に道頓堀に復帰したものの、人形浄瑠璃会は、労働組合側の三和会と、 小竹よりの委員会に分裂したままであり、この劇場には元会のみが出演していたため人手不足に悩まされていた。また元々工業成績が良くなかったのに大きな劇場に移転したことがかえってあだとなり、空席の目立つ劇場から客足も次第に遠のいていった。この経営悪化のため1960年に小畜は劇場の土地建物を冒険の歌舞伎座に譲とし、 同社から沈借して運営する形態に切り替えた。この頃元会と三和会の両社は、雪解けムードとなり、人形浄瑠璃会の再統一の機運は高まったものの、逆に工業成績は悪化の一途をたどり、劇場の沈借料ですら、工業収入で賄えなくなったため、1962年3月、ついに松竹は工業権の放棄を宣言。 翌1963年1月に人形浄瑠璃は小畜の手を離れ新たに大阪府大阪市を主体に文部省 NHK の講演を受けた財団法人文楽協会が発足し文楽会は再統一され再出発することとなったこのため同年8月文楽座は道頓森五座の由所ある朝日座に解消され劇場名としての 文楽座は姿を消した。しかし人形浄流璃工業のために建てられた劇場であるため、解場以降も引き続き文楽協会主催の人形浄流璃工業が定期的に行われていた。1984年2月26日、道頓堀朝日座が閉館され、代わりに3月20日、大阪、日本橋に国立文楽劇場が開場。以降人形浄流璃は、 同劇場と東京、国立劇場小劇場で定期的な公演が行われている。現在、文楽座の名称は劇団名、人形浄瑠璃文楽座として残っている。人形浄瑠璃文楽座の座員により演じられる、文楽は1955年に文化財保護法に基づく重要無形文化財に指定されている。また、二千三年にユネスコ人類の交渉及び、 無形遺産に関する傑作の宣言、2008年、人類の無形文化遺産の代表的な一覧表への掲載、そしてユネスコ無形文化遺産保護条約が発行した2009年9月の第1回登録で、改めてユネスコの無形文化遺産にも登録された。ありがとうございます。